福岡、佐賀県内の各地では今年一番の暑さとなりました。照りつける夏の日差し。そんな中、福岡市の商業施設ではありがたいイベントが。美味しいです。冷たくない。毎日アイスアイス言うんで、子供も。夏氷の語呂合わせからかき氷の日と制定されている今日、ララポート福岡では人気アイスガリガリ君の無料配布が行われました。午後3時の久留米市です。こちら気温計今39度となっていまして、私外に出て数十分ほどしか経っていないのですが、体中から汗が噴き出しています。久留米市の温度計では一時40度を記録。気象庁の公式発表によると、久留米市と太宰府市では38度超えを記録するなど、福岡佐賀の県内各地では今年一番の暑さになりました。福岡県内の熱中症疑いによる搬送者数は44人ということです。びっくりするぐらい暑いです。アイスボックスにアクエリアスを入れて、ちょっと熱中症対策ですかね。福岡市内にあるこちらのホームセンターでは、暑さ対策グッズの売り上げが例年の 1.5 倍増えているといいます。一瞬で冷やせるものが今年の傾向として多く出ています。中でも人気なのがこの瞬間アイススタンプ。水に濡らしたタオルやハンカチなどに押し当てると20秒ほどで、押し当てた部分がだんだんと白くなっていきます。凍らせることができるアイテムなんです。氷を当ててるような感じの冷たさがあります。今では扇風機片手に歩く人も当たり前の光景に。日本が誇る暑さ対策グッズを街行く外国人に使っていただきました。まずは先ほど紹介していただいた瞬間アイススタンプ。ああ、you do like this? Oh, very cool.続いてはこちらのハンディファン。風が出るのはもちろん、ファンの中心には熱伝導で冷えるプレートがついていて、ダブルでひんやり。暑い日本で生まれたクールな商品を大絶賛。中でもナイスリアクションだったのが、思わずアメージングと言っちゃう。そのグッズは水冷式ウェア。使い方は簡単。タンクに水を入れ、次に凍らせたペットボトルを入れます。そしてバッテリーの電源を入れると冷える優れものなんです。ああ、so cool. No, this is really. Okay, thank you. Bye. No, 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 no. スタジオにはお越しじゃない。違いますね。気に入ってたね。でもなんか嬉しいですよね、日本のグッズが。はい、この水冷式ウェア、どういう仕組みかと言いますと、凍ったペットボトルで冷えた水がこの黒い管を通って、で循環することで涼しさを感じることができるという仕組みになっているそうです。ディレクターさんも外で使ったらかなり涼しかったって言ってましたよ。バッテリーは最大で3時間半持つので、農作業だったり草刈り、ウォーキングをする方などによく売れているということです。ぜひ皆さんも参考にしてみてください。Thank you.